ポニーチルチル商業 BL レビューサイトチルチル記者の綱吉とほぐしみです。今回のテーマはこちら、あの頃に戻りたい先週 BL ベスト3。いや戻りたいものです。切なくなっちゃった。いや青春といえばね、とってもキラキラしてるものから切ないものまでいろいろあると思うんですけど、まあ、今回はそういった商業 BL 作品の中で私たちが個人的にね、あの青春 BL のベスト3の3作品を3作品ずつ今回は持ってまいりましたので、計6作品をあのランキング形式で順番に紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで綱吉がまず最初に選んだ第3位はこちらです。岡本悟先生の好きでごめんです。はい、こちら生まれたことある方も多いと思うんですけども、はいはい、もうザ青春こう DK ものだなと思いちょっと選ばせていただきました。こちらあの表紙にいるめちゃくちゃモテそうなね金髪の男の子とその同級生の、黒髪のまあ、モテはしない男の子の2人の、はいはい、あの組み合わせなんですけども、モテ男の方がね攻めのハルト君 で、はいはい、で黒髪のちょっと太眉が可愛らしい感じの方が、光沢で結構ネガティブな感じの性格なんですけど、はいはい、まあまあかねてから6年間ぐらいずっとハルト君のことが大好きなすっごくもう一途な子なんですよ。です、ね、モテ男のハルト君の方が勘で好きなのを俺だろみたいなことを言いかけるんですよ、はい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 、なんですけどでもコウタくんがそのハルトくんの言いかけた口を塞いで壊さないでって言うんですよ。だからつまり多分この関係この普通に友人でいるこの関係を壊さないでほしいから、うん、その自分の本当の気持ちをずっとひた隠しにして、うん、このまま生きたいっていう、はいはいはい、っていうのが現れてる。ちょっとマジで泣けるシーンから始まるんですけども、ちょっと切ないですね。そうなんですよ、はいはい、まあ、ただ結局ねそのコウタくんの気持ちはちょっと言われちゃって、はい、でもなんかその好きって気持ちを結局改めてハルト君が受け入れてくれて、はいはいはい、で恋人になってハッピーかと思ったら、うん、割とねあの受けのコウタくんの方が結構こじれてて、その俺に優しくしてくれてるだけであって、うん、その俺の気持ちと同じ好きっていうその気持ちになって相手してくれてるわけじゃないみたいな、あーなるほど、本当優しさでただ相手をしてくれてるだけなんだっていう思い込みで、うん、全然本当の恋人って感じじゃないんですよ。あー同情から今こうしてくれてるんじゃないかみたいな、そうそうそう、なんかその噛み合わなさとかがすっごい切なくて、うん、ザ青春だなって思ったりもして、うん、なんですけど、うん、どんどん読んでいくとハルト君側の方も、はい、絶対俺の隣にはコウタがいないとって思ってたりだとか、はいはい、逆にコウタ君の方はもうハルト君がどんなに女の子と遊んでても隣にだけは友人として居続けたっていうこれまでの経験もあるので、はい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 、なんか2人のこれまでの積み重ねがちょっとこの一冊でこうどうこと転換点として変わっていくのかっていうのが、はい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 、なんかもう青春の最中みたいなのがすごい読めるので、もう間違いなくあのベスト3に私の中ではすごい入ってきましたので、ちょっと紹介させていただきました。なんでその優しいハルト君、攻めの方がすごく優しくてモテ男っていうだけあって、その優しさをみんなに向けてるんですけど、うん、でもなんかそのみんなに優しいからこそ困らせたくないっていうコウタ君のなんかまた別の優しさも見え隠れしてる関係もすごいあって、なんかコウタ君の片思いから告白してで付き合って、でもなんかうまくいかないっていう、なんかその流れ自体がもう青春すぎる。あ、そうですね、そのすれ違いもね、そう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 、思い合っていうのすれ違いというか、うん、なんかまさにもう青春って感じもして、あの初エッチも入ってるんですけど、でもそれよりもちょっとキスが多めっていうのもまたいいなっていうポイントですね。はい、続いてほぐしみが第3位に選んだのはこちらです。はい、夏野ひろこ先生の冬知らずの恋です。こちら夏野ひろこ先生の多分デビューコミックスになるすごすぎるいやこれはもう本当に DK 青春 DK ものの作品になってまして、あの隣同士に住んでいる幼なじみの物語なんですけど、ただの幼なじみじゃないんですよ、いとこ同士なんですよね、うん、あの、はいはい
で、あの受けの方の、シューちゃんって呼ばれてるシュート君っていう男の子の方が、あのそのもう一人の攻めの千尋くんに長年ずっと片思いをしていて、で結構そのお隣同士でめちゃ仲良しのいとこだから、あのしょっちゅう遊んだりしてるんですけど、で、あの毎日よく一緒に同じベッドで眠ったりしてる時に、あの思いを抑えきれずに、そのあの千尋くんの寝顔を見ながらちょっと一人でいたしてたところを、お母さんに見られるってところから始まるんですよ。マジか。そう、そうなんです、ね、結構衝撃的な始まりだと思うんですけど、なんかその高校生かける禁断の恋かける、で夏が結構設定として、夏が時間軸なので、もうなんかその3つ揃ったらなんかこうすごい圧倒的キラキラ青春 DK ライフではないけど、なんかこう夏野ひろ子先生の思っているあの作品のこう独特の透き通った空気感みたいなのがすごくこうマッチしていて、こう青春がなんか感じられる作品になってましたね。そうなんですよ、忘れられない時期の思い出みたいな感じがして、そうなんかあの頃の夏みたいな、いいな感じの空気感があって、でそのなんかあの千尋くんとそのシュート君なんですけど、千尋くんの方は普通にあの作中で彼女も出てくるし、あの全然女の子が好きなこうのんけなんですよ。で本当しゅうちゃんのことはすごい好きだけど、あのこう友達というか仲のいいいとこのとしか思ってなくて、ただそのしゅうちゃんから寄せられてる気持ちにはなんとなくちょっと気づいてるみたいな感じで、であのもう一方のそのしゅうちゃんの方はもうずっとその千尋のことが好きだし、あのもう自分はゲイなんだろうなっていう自覚がうすうす芽生えてきてるところで、なんかその自分のこう性的思考に悩んだりとかあのしてこう悶々としてるところもやっぱりこう思春期特有というか、まだその性的思考が固まりきってないからこその葛藤みたいな、なんか自分の中でちょっと分かってきてるけど、なんか本当にそうかどうかみたいなところまでまだこう行き着いてないような感じのこう揺らぎとか危うさもなんかこう青春特有というか高校生特有で、なんかそういう状態にあるからこそ、こう千尋の方からこうあのシュートに対してこう好意的にな感情で向けられた言葉に対しても、まあなんかその千尋のそのなんか本気じゃなくって、まあなんか一時のその気の迷いなんじゃないかというか、まあ、この時期が過ぎ去ったら別に自分のことはそういう風に思わないんじゃないかなみたいな、こう結構思い悩んで、あのなかなかうまくこう心から通じ合えない時間がどんどん続いてくんですよね。なんかそれもこうなんか、まあ、その悩み自体も青いなというか、確かに、いやもう本当にあの頃の夏でしか味わえない青春がこうギュッと詰まってる感じの一作になってるので、ぜひあのまだこちらの作品読まれてないよという方は、ぜひぜひちょっとこの夏に読んでみてほしいなと思います。続いて綱吉が選んだ第2位はこちらです。小松先生のそれから君を考える、です。はい、でこちらの作品なんですけども、1冊の中に4つの物語が入っておりまして、はいはいはい、この表題の、それから君を考えるっていうのが一番最初に入ってる作品なので、はいはい、ちょっとそちらを紹介させていただくんですけども、はいはいはい、同級生のたかしくんとやすくんっていう2人が出てきて、はいはいはい、結構田舎のお話なのかな、ちょっと都会ではないところに住んでる2人で、はいはい、ちょうど大学受験の時期で、たかしくんの方は大学受験して東京に行きたい、はい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 、で安くんの方は地元で自分の実家を継ぐってい う、はい、もう道がそれぞれ分かれてる2人なんですけど、普通の友人っていう関係、はい、でもお互い何でも話せるみたいな、はいはいはい、この周りに反対されることでもお互いだけが味方みたいな、すごくいい距離感のそこにしかない世界って感じが、すごいあの高校生ながらにして気づかれている感じがめちゃくちゃいいんですけど、いいです、圧倒的信頼みたいな、そうでもあくまでこう友情というか同級生っていう感じなのかなって思ってたら、こう東京に行きたいたかしくんはその受験自体を結構家族から特に応援されていなくて、そうなんですね、やっぱり東京に行かなかったらあの地元で家を継いでほしいみたいな、あ、はいはいはい、おそらくそういう風習があるこう地域なのかなって感じなんですけど、はいはいはい、なのでその東京に行きたいっていう気持ちを応援してくれるのもやっぱりその身近にいるやすくんだけで、はい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 、だけどこれ結構冒頭で私がびっくりしたんですけど、やすくんがあの味方だからみたいな、応援してるみたいな言葉をかけるんですけど、はい、でも一人になったらあの本当は俺が一番応援してないって言うんですよ。うわー、
やばくないですか。そう、今まで築いてきた信頼関係を崩せないがゆえのって感じですよね。これ なぜこの言葉を吐いたかみたいなことは具体的には書かれてなくてもわかるじゃないですか、うん、それって要は東京に行かないでほしいっていう。そうですね。なんかそのやすくんがめちゃくちゃ切ないなって思って、はいはい、本当にこの長いストーリーではないんですよ、はい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 、短い話の中ですごくこの読者の心を揺さぶってくる感じがちょっと良くて、ね、今回青春っていうテーマでこう紹介させていただいてるんですけども、うん、その時期にしかできない悩みとか、うん、乗り越えることのできない壁っていうのがそこにはあって、そうですよね、なんか青春時代だからこういう2人を私たちは見ることができるんだろうな。なんか悲しいけど逆にこの読めたことに感謝もしたくなるっていうすごい不思議な感覚になって、はいはいはい、このタイトルのね君を考えるっていうそのなんか君を考えるタイミングってすごい難しいよなって思ったりとか、はいはいはい、なんかだからこそすれ違いとか、まあ先ほど私が紹介した作品とはまた違うような切ない側の ね青春が感じられるのかなとも思ったの でこちらの4作入っていますのでちょっと他のストーリーもねちょっと今回は紹介しないんですけどもめちゃくちゃ良かったのでこの小松先生の描く世界観に私はすっかり虜になってしまいましたのでちょっと大変おすすめの作品となっております。はい、続いてほぐしみが第2位に紹介するのはこちらです。はい、月々よし先生のあの世でお前に好きだと言えるです。なんかちょっとタイトルからするとあんまり青春感ないかもしれないんですけど、まあ、ちょっと異色かもしれないですね。なんかそのあらすじをちょっと簡単に言うとまずその受けの国見くんっていうんですけどが、うん、アラサーサラリーマンの状態でスタートします物語は、うん、で、はい、その彼がもう仕事とかもう人生に疲れ切って、うん、で電車に飛び込むんですけど、うん、そしたらなぜか高校生時代にタイムスリップしてるんですよ。目が覚めたら自分が高校生の時に戻ってて、高校生活をやっていくんですよ。なんかどういう状況って思いながら、まあ、その状況受け入れて普通に学校に行ってみたいな感じになるんですけど、そうするとで彼陸上部なんですけど、陸上部の後輩になんか自分にすごい思いを寄せてくるガクくんっていう男の子がいるんですよね。でそのガクくんからのこうなんかアプローチを受けたりとか、その一緒にこうそのガクくんとの恋愛をこう高校生活の中でやり直していく中で、いろいろ考えていくっていうお話なんですけど、うんうん、なんでそう中身は片っぽはアラサーなんですよ。それはすごい不思議な感じですよね。そうなんです。だけどやってることはずっと高校生の姿だし、片っぽはもう全然高校生だから、うんうん、普通にその高校生として進んでいくんですけど、だから結構そのシチュエーションもなんか部活帰りに2人でコンビニによってアイス食べたながらなんかいや俺が好きなのは国見さんっすよみたいな感じでキスしてきたりとか超いいんだかでなんか部活の帰りに2人で部活の用品買いに行ってフードコートでご飯食べるデートしたりと放課後デートしたりとか、学生だ、めっちゃ青春って感じだけど、もう国見の方は中身がもう全然アラサーなので、やっぱそのなんか、うん、で自分のことゲイだって分かってるから、うん、ガクともなんかそのピュアな気持ちで付き合ってるんじゃなくて、めっちゃなんかエロい妄想とかしてるんですよ。そういうことしたいなみたいな感じで、もう経験豊富だから、でなんかそれをこうなんかガクの方にグイ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 行くんですよね。でもその前のその前世というか、1回目の時はそんなことは全く起きてないんですよ。だけどそのなんかその国見、今回の国見は一味違うのでどんどん行って、そのガクの方がええみたいな、ちょっと待ってみたいな。でそれまではずっとその前世の状態ではどっちかというと国見はずっと好意を交わし続けてたから、なんで今回すごいなんかそのうまくいってるんだみたいな感じもあり、あわあわしてるところもすごい面白いんですよね。なんか初々しくて、でなんか2人ともなんか高校生のはずなのになんかこう年の差恋愛っぽさもあって面白かったんですよね。ただそのなんかそのずっと続いてる高校生時代っていうのも、まあ、不思議じゃないですか。そうですね、まあ、そう後半にかけていって、それがどういう状態で起こってるのかっていう種明かしだったりとか、いろいろとそのもっとその現代版に戻るのかみたいな話とかも、ちょっとそういう気になるところがねとか解決されていくので、ちょっとこれ本当ここまでしか言えない、その先には青春を乗り越えた先に2人がどうなるのかっていうのはぜひ本編でちょっと見てほしいなと思います。めちゃめちゃキュンキュンできるので、青春やり直し救済 BL まさにぜひ読んでみてください。綱吉が選んだ第1位はこちらです。
雨切り先生のちょっと待とうよ春虎くんです。はい、もう大好きな作品なんですけども、はいはいはい、このタイトルにあるね春虎くんっていうのが表紙の方ではなくて、うん、こう裏表紙の方にいると見えるかな、うんうんうん、このすっごいイケメンな黒髪のね攻めの男の子が春虎くんなんですよ、はいはいはい、でなんですけど受けの方が表紙にいるスイ先輩、うんうんうん、なので先輩の方が受け、はい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 、後輩かける先輩のお話です。下攻めですね。そうですそうです、はいはいはい、であの学生なんですよ。で寮暮らしをしててこの2人が寮の同室になるっていうところから話が始まってくんですけども、うん、あのハルトラくんの方がめちゃくちゃ素直で、はい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 、で真面目ですんごい可愛いんですよ。あいい子、見た目すごいかっこいいし、はい、なんかスポーツとかもやっててかっこいいんですけど、うん、やっぱ可愛い一面が結構際立ってる感じで、はい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 、ただ受けのね水先輩もこの表紙にある通りもうめちゃかわで、うん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 、もうなんかこのマスクを外しかけてるじゃないですか。そうですね、これが結構なんかチャームポイントというかなっていて、うんうん、マスクしてる理由がなんかこうマスクをつけるとこの水先輩がすごい目を細めて笑ったりするので、うんうんうん、あの常に笑ってるような表情に見えるんですよ、はい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 、だから本当に笑えない時でも笑ってるように見えるからマスクをしてっていうちょっとなんかちょっと暗めなね感じの理由があったりもするんですけども、うんうん、そうなっちゃった理由もねちょっと本編で語られてるのでぜひ読んでいただきたいんですけど、はいはいはい、水先輩の方が、うん、ゲイなんですけど、あ、はいはい、それがあの隠していたんですけど、うん、ちょっとこんなことから周りに知れ渡ってしまって、はい、でしかもなんならちょっとそれをもうネタにして、はいはいはい、こう笑ってるいじられキャラみたいなのにこうなっちゃったというか、うんうんうん、で本人がまあそのいじめられるとか、うん、こう周りから避けられるというよりかはいじられた方がいいって思ったから今そういう状況になってるんですけど、うん、でもそれがずっと続いていくって結構大変なことじゃないですか。 でその様子を見たなんか同室になったハルトラくんが、はい、その状況をちょっと嫌がったりっていう描写もあったりして、うん、すごくなんか思いやりのあるこの後輩くんだなって思うんですけど、でタイトルがちょっと待とうよじゃないですか。そうですね、ことは、はいはい、ハルトラくんがちょっと待とうよっていうようなことをしてくるわけですよ。もうね、はいはいはい、それが非常に攻めって感じで、攻めって感じですごい好きだったんですけども、はいはい、なんかの私の中で印象に残ってる可愛いエピソードが、はいはいはい、同室になったタイミングで、そのちょっと後に水先輩がゲイであるってことをハルトラ君も知ったんですよ、はいはいはい、でなんか知ってしまった時に、うん、あの水先輩からしたら自分のそういうことがバレたらハルトラ君にこう怖がられてしまうとか、うんうん、嫌われてしまうんじゃないかってこう怯えて、だからハルトラ君のことは恋愛対象じゃないよっていうために、はいはいはい、あの全く真逆の性格 あのパリピがタイプだから安心してって言うんですよ。その水先輩がすでにちょっとね面白くて可愛いんですけど、うんうん、でそれを聞いたハルトラ君がなんとあの次の日、はい、寮の部屋を超飾り付けてパーティー仕様にして先輩のことを迎えるんですよ。めっちゃ可愛いじゃないですか。すごいクールな見た目なのにすごいキャラゲーですね。可愛い。だから水先輩が好きなタイプに寄せれば一緒にいて安いかなみたいな、うん、それであの真面目にパリピをするってすごい面白いね描写もあったのではい、はい、なんかそういうハルトラ君のちょっとずれたとことかもめちゃくちゃ可愛いし、うんうん、なんか水先輩がハルトラ君のそのいろんな行動とか素直な言動にこう影響を受けてどんどん変わっていくところとか、うん、なんか二人とも気づいたら惹かれ合ってるっていう状態なんですよ。はいはいはい、なんか気づいたら好きだったってめちゃくちゃ青春じゃないですか。そうですね、もうなんか気づいた時にはもうお互いのことが好きでどうしようこの気持ちみたいな、はいはいはい、それがもうザ青春 BL って感じがしたので、まあ、寮のね同室っていうのもあって、はい、この今この寮で暮らしてる今だからこそできることを本当、ね、思う存分やってくれって、はい、もう応援したくなる2人でした。はい、ほぐしみが紹介する第1の作品はこちらです。はい、宮田徹先生のなんかもうああって感じです。はい、これは結構ねあの去年発売になって、うん、あの皆様結構読みになられてるかなと思うんですけれども、いやあの話題作、はい、王道もう青春ど真ん中 BL だなと私は思って、うん、ちょっと今回選ばさせていただきました。なんかその林間学校の悪ふざけで王様ゲームを男の子たちでしてて、うんうん、なんかそこであの命令であの恋人ごっこをせざるを得なくなった多田くん、こっちの金髪の方の攻めの多田くんと、うんうん、あの受けのこっちのワンコっぽい森
リア君の2人なんですけど、でそれはその王様ゲームの指令は1日だけっていうところだったんですけど、その林間学校での1日をきっかけにそのお付き合い期間をなんか延長することになるんですよ。で延長してしたお付き合い、お付き合い期間で2人が本当の恋人になっていくのかっていうのがこう楽しめる、もうなんかその始まりもなんかもう DK っぽくないですか、その王様ゲームってね、もういいな。でも林間学校の多分夜に盛り上がった末ってところがもうなんか DK 感があり、でなんか林間学校だけじゃなくて文化祭だったりとか、その昼休みの屋上だったりとか、もうなんか高校生じゃないと起こり得ないようなシチュエーションとイベントもがどんどん発生していって、でそのイベントの度にどん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 こう2人のなんかこう距離感だったりとか心境に変化があってこう縮まっていく様子が見れるのがもうなんかキュンキュンですよね。あ、ど真ん中って感じ。もうなんかみずみずしい。もうなんか潤いがすごい与えられる。若さがねやっぱあるから。そうなんですよ。でなんかそのこっちの攻めの多田くん、一見するとすごいなんかクールでなんか冷たそうに見えるんですけど、すごいいい子で、なんか可愛いものが大好きなんですよ。可愛いものが好きで、なんかお前すごい豆島に似てて可愛くていじりたくなっちゃうんだよねって言って、すごいなんかこう攻めの方がめっちゃ構ってくるんですよね。でなんか何なんだよみたいになりながらも結構好きになっていっちゃうみたいな感じなんですけど、まあ二人とも結構そんな感じでなんだかんだでこう純粋だし素直だから、なんかこうお互いにちゃんとこう正面から言いたいこともそのなんかすごい険悪にならずにちゃんと伝えたいことを伝え合えるというか、なんかそのぶつかることを恐れずになんか向き合って、ちゃんと自分たちの気持ちに整理をつけたりとか関係をこう良くしていこうとするっていうのもなんかこうもうさすがの男子高校生だぜみたいなこうねじれがね、なかなか大人だとやっぱりこじらせちゃって言えないとかがあると思うんですけど、まあそういうことなくもうなんかもう眩しいって思うぐらいこうどん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 自分たちの足で突き進んでいってくれる2人なので、もうなんか圧倒的ハッピーエンドし、もう圧倒的青春をもう保証させて、私が保証させていただくんで、なんかこう青春が足りてないなって思われてるもう全人類におすすめしたい青春 BL かなって思います。でコミックスの方にすごく書き下ろしだったりとか、そうたくさんの短編というか本編後のお話だったりとかも収録されてて、すごいもうギュギュッと詰まった一冊になってるので、ぜひぜひこちらで読んでみてください。はい、ということで、それぞれのね、はい、第3位から1位までをちょっと紹介させていただいたんですが、はいはい、もうやっぱり青春はね定期的に摂取するに限りますね。そうですね。でやっぱ青春ならではのその青春というかその男子高校生とか、うんうんうん、その10代かける〇〇でしか見れないような、うん、そこからしか得られない栄養素がいっぱい詰まってる設定がなんかたくさんあるなっていうのを改めて気づかされて、ね、うん、なんかキャラクターのねその性格とか、うん、これから成長していくその予感だったりとかもめちゃくちゃいいですし、うんうん、シチュエーションもね、うんうん、ならではっていうのを絶対青春 BL でしか読めないものが、ね、あるから。そうですね、本当エモいってやつですね。すごい3文字まとめちゃった。いやはい、ということで今回は青春 BL をたくさん紹介させていただきました、はい、今回紹介させていただきました作品の、チルチルの紹介ページを概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。で皆様のですね青春ベスト BL もコメント欄にてぜひ教えていただければなと思いますので、コメントをどんどんお寄せください。お待ちしております、はい、それではバイチル。